いやということで、またまた通天閣にやってきましたということで、これね、新世界の中入ってきて、ここ通天閣でございます。ということで、このさ、昼間うろうろすることないから、ちょっとまたこの通天閣周辺うろうろしてみよう。今ちょっと路地裏曲がってきたんやけど、ちょっと古そうなっていうか、なんていうの、老舗的な串カツ屋さんがあった。ここちょっと行ってみよう。はい、では串カツ行ってみましょう。待って有名。紅生姜ってことでしょ。大阪名物の紅生姜いただきます。うまい。最高。めちゃくちゃうまかったっす。ごちそうさまでした。ということで、久しぶりの串カツ食べたんやけど、やっこさんめちゃくちゃ美味しかったの。あのね、お話してたらね、めちゃくちゃ古からやってはるみたい。だから老舗のお店なんで、このね、新世界、まあそのメイン通りじゃないね、メイン通りからちょっと入っていただくんやけど、やっこさんまた来てみてはいかがでしょうか。ということで、ちょっとまたこの辺ボロボロしてくるんで行ってきます。